最近やけに左腕が重いななんだか肩も凝るしああんリーマン君その時計先月買おうとして踏みとどまったやつやんかあバレちゃったいろいろ考えたけどやっぱりヘルメスの一つくらい持っとくのが大人のたしなみかなってあれ結局買ったんかほんでヘルメスじゃなくてエルメスな。 実は、会社に超イケメンで、モテモテの先輩がいるんだけどさ。リーマん。大人のオシャレの決め手は、小物だよ。服はそこそこでも、時計や靴で差をつけるのがポイントさ。女の子ってのは、実はその辺を一番見てるからな。って、モテるための有益アドバイスをくれたんだ。というわけで、冬のボーナス一回払いで25万円、やっちゃいました。ふーん。 ほんで、その後、リーマン君は、無事にモテたん幸せになれたんそこんとこどうなんそれがさ、会社で先輩に見せたら。ああ、まあ、時計なら、最低50万のものは身につけるべきかな。あ、俺のこの時計これはまあ、100万くらいだったかな。って言われてさ、うもう、ほんと、悔しいですおおマウント合戦しとるな。 こうなったら稼ぎまくって、先輩よりもいい時計を買って持てまくるしかない。絶対に負けられない戦いがそこにはある。おっと、リーマンくん、そっちの道に行ったらあかん。それ以上行くと、小さいの沼にはまってしまうで。え小さいせやで、小さいにとらわれると、リーマンくんが仮に年収1000万円になって、もっと高い時計を買えるようになっても、きっと幸せにはなられへんで。よし 今日はこの動画見てみようか。致命的な罠、年収1000万円でも幸福度が上がらない3つの理由。これを見て、小さいとの適切な距離感を学ぼうな。こんにちは、りょうです。それでは今日も元気くお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマ、これですね。致命的な罠、年収1000万円でも幸福度が上がらない3つの理由と、こういうテーマについて話をしていきたいと思います。質問いただきました。いつも勉強になる動画をありがとうございます。 両学長の動画を見て、稼ぐ力アップのために昨年転職をしました。転職で120万円年収がアップし、約800万円になりました。副業で月7万円から8万円稼げるようになり、もうそろそろ世帯年収が1000万円に届こうかという感じです。年収1000万円稼げば、かなり幸福度が高まるんじゃないかと思っていたのですが、実際のところ、年収700万円ぐらいの時と大して変わっていない気がします。なんだかこのまま収入を増やして、資産を増やしていって、 本当にハッピーになれるのか、ちょっともやもやしています。お金の使い方が下手なのでしょうかアドバイスいただけると嬉しいですと。こういう質問いただきましたんでね、結論から答えていきたいと思います。日本でたくさん年収を伸ばしてもなかなか生活が楽にならない、幸せになれない。そんな時によく言われる原因はこの3つなんですね。1つ目が税負担が重くなる。2つ目が紅葉が上がらなくなる。3つ目が小さいの罠と。この動画では、収入が増えているのに思ったより幸せになっていない。<laughs> ってね こう感じる時のからくりを解説していきたいと思います。1番の税負担と2番の紅葉の上がり方の話は過去に話してるんですね。年収1000万円でも確実に貧乏になる方法と、年収別の手取りと生活費を計算して気がついた5つの真実と、この動画で話してますんで、ざっくりとした説明に留めておいて、今日のメインはここですね。3番、小さいの罠をメインに話していきたいと思います。 稼げば稼ぐほどハッピーになるっていう勘違いをしていると一生穴にはまったままになってしまいますんで、ぜひ最後まで聞いて無駄な失敗を避けてほしいと思います。順番に解説していきましょう。まず、収入が増えても幸せにならない理由ですね。税負担が重くなると。日本では稼げば稼ぐほど税負担が重くなるっていうのは過去にも話してきたんですね。年収400万円の人の手取りは320万円。年収1000万円の人の手取りは約740万円と。 年収の差は400万円と1000万円の人で600万円もあるのに、手取りの差は420万円しかないんですね。これはなんでかっていうと、税金とか社会保険料のせいで思ったより生活が楽にならないということですね。二つ目の紅葉が上がらなくなると。このグラフを見てほしいんですけど、年収が伸びれば伸びるほど紅葉、つまり幸福度の伸びが緩やかになってるんですね。最初年収が低い間はドーンと年収が上がれば上がるほど幸福度も上がっていくんですけど、 年収が上がれば上がるほど800万円ぐらいを境にあんまり上がらなくなっているというのがわかりますよね。要は年収が100万円から年収300万円に上がると幸福度はめちゃくちゃ上がると。でも年収800万円から1000万円に増えても大して上がらないっていうね。そういった結果になってます。例えば最貧国。つまり食べるものがないとか住む場所がないとか着る服がない。こういったところでは所得の絶対水準には意味があるんですよね。なんとなくイメージつきますよね。 食べれるようになったとか、住めるようになったとかっていうのは幸福度にダイレクトに影響しますよね。でも日本のような先進国では、所得の絶対額が増えても幸福度はそれほど上がらないんですね。アメリカや日本の研究ではざっくり、年収800万円を超えたあたりから幸福度が伸びにくくなるってことが明らかになっているということです。で三つ目、地位罪の罠。ここが今日のメイントピックです。詳しく解説していきます。地位罪と非地位罪ですね。さて、皆さんに質問です。 A の世界と B の世界。どちらの世界がいいか想像してください。まず A の世界ですね。A の世界であなたは年収800万円ですと。あなた以外のみんなは年収が1000万円。これが A の世界。それから次 B の世界ですね。あなたは年収600万円。他のみんなは年収300万円。こういう世界が B の世界ですよと。どうでしょう皆さん。どっちの世界がいいですか ?A の世界ではあなたは年収800万円だけど、他のみんなは年収1000万円だから、 周りとの比較で言えば、あなたは低所得者ですと。今の勤め先の会社で、周りはみんな年収1000万円なのに、自分一人だけ800万円。こんな感じです。どうでしょうどう感じます皆さん、A の世界。それから次に B の世界ですね。B の世界では、皆さんは年収600万円で、A の世界の年収800万円よりは少ないんだけど、あなた以外の他の人はみんな年収300万円だから、皆さん自身はね、他の人よりも2倍の収入があることになるわけですね。 その世界の中では価値組みですね。皆さんだったらどっちがいいですか数字の絶対学で見れば A の方が多いんですけど、実際には B の世界の方が幸せって感じる人は少なくないんですね。これはなんでかっていうと、年収っていうものの価値が他者との比較によって決まる側面があるからですね。こういった他人よりも多いことっていう、他人よりも多いことに意味、価値がある資産のことを小さいって呼ぶんですね。 年収とか車とか家とか社会的地位。これらが地位材に当たるんだよと。一つ質問したところで、もう一つ質問したいんですね。A の世界と B の世界。もう一度どちらの世界がいいか想像してみてください。まず A の世界ですね。あなたの休暇は1年に4週間と。あなた以外の他の人の休暇は1年に6週間。これが A の世界です。次に B の世界。あなたの休暇は1年に2週間。あなた以外の他のみんなの休暇は1年に1週間。 この質問になるとどうでしょう皆さん、どっちの方がいいですか ?A の世界と B の世界。この質問になると先ほどとは打って変わって、みんな A の世界の方が幸せだって言うんですね。A の世界は休暇4週間で、他のみんなが6週間。自分は他と比べると劣ってるわけですね。B の世界は休暇自分は2週間で、他の人は休暇1週間。休暇の絶対数そのものは B の世界の方が少ないんだけど、他のみんなよりは多いと。これだったらどっちがいいかっていうと、みんな A の世界の方が幸せだっていう人が多いと。 つまり休暇に関しては、他者より多いかどうかよりも、絶対的に多いかどうかっていう、2週間より4週間の方がいいっていことですね。こういう他者との比較で決まらないもの、例えば健康とか、自由とか、愛情とか、これらを非地位財って呼ぶんですね。年収1000万円でも幸福を感じられない理由っていうのが、ここと関連してくるんです。それはつまり、地位財の競争にはまってしまうからですね。なんで年収1000万円でも幸福を感じられないかっていうと、 地位罪の競争にはまってしまうから、ここすごく大事なところなんですね。年収1000万円の人の周りには年収1000万円ぐらいの人がたくさんいると。同じ会社の同僚とか上司、居住地のご近所さん、生活水準が似た人が集まると年収1000万円っていうのは普通になっちゃうんですよね。それどころかむしろ周りに合わせて、子供をいい学校に通わせて、いい車に乗って、いい家具を揃えて、いい服、時計を身につけないと、貧乏人扱いすらされてしまうって、こういった世界になってしまうわけですね。 さらにその中で頭一つ抜き出た金持ちが誕生すると、自分の格付けはさらに下がると。例えば、一般には高級車扱いのベンツや BM と。港区とか高級ターマン界隈では貧乏人の乗り物とすら言われることがあるんですね。金持ちが乗っているのはロールスロイスとかベントレイと。庶民エリアでのベンツは高級車だけど、高級住宅街でのベンツは普通の車ってことになりますね。もちろんモデルによるんですけど。経済学の研究で明らかになっている通り、地位材の獲得競争には終わりがないと。 人間も所詮猿なんで、本能の赴くままに生きると、お山の対象争いは永遠に終わらないで。動物だからって意味ですね。人間は本能的にマウンティングするよう仕込まれてるんですね。マウントされて嬉しい人っていますかいないと思うんですよね。気分やっぱり悪くなりますよね、マウントされたら。気分悪くならないために、戦おう、競争しようってする人がいるのはすごく普通のこと。つまり、コミュニティの中にマウントを取りたがる人がいると、そこでの生活コストは上昇してしまうと。ちなみに、 年収30億円ある僕の友人がいるんですけど、自分がいるコミュニティでは自分が一番貧乏で死にたくなったって以前話してたことがあります。なんかせっかく船を買ったのに、自分の船がもう何個入んねんっていうぐらいの大きな船を持ってる人ばっかりとかで、もう嫌になったそうで、パーティーとかにも行ったらね、自分が一番貧乏で、なんかもうすごく嫌になったそうです。もう年収30億円あって死にたくなるってもうどういうことかなと思うんですけど、要は、位材の獲得にはキリがないっていう例ですよね。だから、 お金持ちの中には、あえて高級住宅地に住もうとしない人もいるんですね。争いに巻き込まれずに住むからと。もちろん本人も自分がお金持ちだってことは触れず、マウントすることもなく、平穏に街に溶け込んでいると。結局、この方が幸せに生きれるってことですね。地位材の獲得競争の果てに経済が成長してきたっていう側面もあるから、これそのものを全否定するつもりはないんですよね。どっちに使うかってか、どっちに行こしてしまうか、作用してしまうかってことですよね。健全な競争はプラスの効果ももちろん生み出すと。 ただ、忘れてはいけないのは資源は有限だってことです。お金も時間も言うまでもなく有限と。地位罪の獲得競争に巻き込まれると、非地位罪を手に入れるための資源がなくなってしまうんですね。しっかり休暇を取ったり、健康のための活動をしたり、家族友人との愛情を育んだり、自分らしく自由に生きる。こういったことを追求できなくなると。せっかくお金持ちになったかもしれないけど、死の時に一番お金持ちでどうするのとか言ってね。 もしくは、ずーっと仕事にお金ばっかり追い求めて、一番子供の可愛い時を一緒に見れなかったとかね、そういったことになって死ぬ時に後悔してもしょうがないよね、みたいな話をよくしてるんですけど、質問者さんが幸福度を感じられないヒントはここにあるんじゃないかと思うんですね。職場の同僚上司なのか、付き合ってる友人たちなのか、奥さんと子供のコミュニティの話なのか、年収1000万円でゆとりを感じられないほど、競争し続けないといけない状況が生まれてるのかもしれない。 そのくせ非小さ罪は手に入らないんだから幸福度が高まるわけがないんですね、この状況の中で。リアルに想像してみてください。もし皆さんの同僚とか親しい友人がこう言いました。もっとゆとりある生活をするために俺はもう年収1000万を捨ててフリーランスになるよって。年収300万円ぐらいになっちゃうけど自由が増えるから僕は幸せさって言って。もしも皆さんの友人とか同僚がね、そうやって言ったとします。想像できましたか、皆さん。多くの人がそれを言われた人って、正直なところこう感じるはずなんですよ。 会社の競争からドロップアウトしたんだなとか自由が大事だなんてただの負け惜しみだなとかもちろん応援するよって言いつつ実際自分の本音としては自分の方が年収が高くなるからちょっぴり優越感余裕も感じるみたいなねこれは性格がいいとか悪いっていう話じゃなくって人間そういうもんなんだっていうことですね大量消費社会で非知恵財を持っている人多い休暇とか健康とかたくさんの愛情とか自由 こういう人が賞賛されるってことは、まああんまり多くないんですよね。目に見えないですし。こうやっていつの間にか多くの人が非知ー罪を求めることを忘れて、知ー罪の競争に巻き込まれて疲弊していってしまうと。そういうことになってしまうわけですね。まとめに行きたい。知ー罪にお金を使うのはほどほどにっていうことですね。知ー罪と非知ー罪っていう考え方について紹介したんですけど、重要なポイントを3つにまとめるとこういうことです。まず1つ目。 人には相対的な消費が重要だって感じる物事があるんだよと。例えば、家とか車とかブランド品とか装飾品ですね。まずここを理解してほしいです。それがダメなことなんじゃなくて、そういうもんなんだってことですね。自分がどうかじゃなくて、知らず知らずのうちに周りと比較して価値を決めているジャンルのものがあるってことですね。二つ目に重要なことは、相対的な消費への関心は、小さいの獲得競争を生み出すと。例えば、年収、家、住所、車、ブランド品とかのマウンティング合戦。 この競争は本能的なもんなんで意識しないといつの間にか終わりのない戦いに巻き込まれてしまうとついつい人のこと羨ましいなって思ったりとかマウンティングしてくる人にね出会ってしまうとじゃあ俺ももっと稼ぐとかもっといい場所に住むもっといいものを身につけるとか言ってまあそういう風にね意識してないとこういった終わりのない戦いに巻き込まれてしまうってことですねで3つ目が地位罪の獲得競争に没頭すると非地位罪が手に入りにくくなり幸福度が下がると時間とお金を非地位罪のために使うんだと そうしないといつまで経っても幸福度は高まらないんだよっていうね。これら3つが非常に重要なポイントになってきます。稼ぐ力を伸ばすっていうのは非常に大切なことなんですけど、税金負担がどんどん増える。稼げば稼ぐほど紅用幸福度は下がる。小さの獲得競争に終わりはない。こういったことを知っておかないと人生が空回りしてしまうんですね。すごく孤独なお金持ちっていうのをたくさん見てきたんですけど、こういう孤独なお金持ちっていうのは、ここの部分についてあんまりわかってないっていう人も結構いるんですね。 かつて、フェラーリを買ったり、ブランド品で身を包んだり、キャバクラで年間1億円使ったりした実体験から、皆さんにこういった失敗はしないでくださいって思いを込めて伝えますけど、小さいにお金を使うっていうのはほどほどにしましょうということですね。こういったものにいくらお金を使っても本当の意味で幸せにはなれないよということです。ある程度のお金があれば幸福度に大きく影響するのは非小さいの方なんですね。これは断言します。そっちにお金を使った方がいいですね。変な競争に巻き込まれない環境に身を置いて、 穏やかな幸せを感じて暮らすってこともぜひ考えてみてほしいなと思います。ということで、以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。小さいにこだわらないっていうのは、本当に実は結構難しい話なんですね。結構成功してるって見える人たちでも意外と巻き込まれてしまってる人たちがいて、しかも気をつけ続けないとついついそういうマウンティング合戦に巻き込まれてしまったりするんで、でもコロナ禍を経験して自分の置かれている状況とか価値観、幸せの本質について、 非知位在の大切さと向き合った人って多いと思うんですね。普段の忙しい日常の中でついついそういったことを忘れてしまってたと。でも今回気づくことができたっていう人も多いと思うんですね。これから他人と比べて初めて成立する知位在による幸せじゃなくって、自分の非知位在から来る本質的な幸せをより重要視するような時代になってくるんじゃないかなと。そんな風にね、思ってます。それには自分の幸せの軸、生き方の軸をしっかり自分で理解してないといけないってことですね。 自分の人生の羅針盤ですね。これがないと、その辺がよくわからないと。だから自分で自分の人生の羅針盤を作ろうということですね。それからこのお金にまつわる5つの力の、お金を使う力っていう部分も問われてくるんじゃないかなと思います。いずれにせよ皆さんがね、幸せで豊かな人生を過ごしてくれるようにね、僕自身願ってます。これからもしっかり学んで行動して自由への道を歩んでいきましょう。というところで終わりたいと思います。今日もありがとうございました今日も気をつけていってらっしゃいリーマンくん、今日の動画どうやった どんなにお金持ちになっても小さいにとらわれちゃうと幸せにはなれないんだね危ない危ない人間にもともと備わってる価値観だからこそ気をつけんと簡単に罠にはまってしまうねんな小さいとの距離感はほどほどに自由や愛情や健康っていった非小さいにもお金を使っていくんやでそうだねというわけでこの時計はもういらない僕はブランド品よりも非小さいを大切にして幸せになるよ うんうんそれでええと思うわでもせっかく買ったばっかりでもったいないから最後に新人君に自慢してから手放すことにするよあインスタにもアップしとこうっとで、おいおい人間の見えて根深いな